皆さんこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ本日も始まりましたダンデラインオスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。ほいほい、英雄伝説戦略的3実況プレイのパート127やっていきましょう。工作員についての情報収集ということで、いろいろと巡っているところですね。クエストも、まあ、ある程度片付けまして、あと必須のものやイベント、あとは、サンディから頼まれたムーントリュフを探してきてくれと。多分1個手に入ってるんで報告はできると思うんですけど、多分3個集めた方が AP 増えるんだろうな。順当に見ていこう。じゃあ、今回はバンダーリュ流総本山を見ていきます。クールトの実家なんだよね。これがバンダールの。ハルムにあった道場よりかなり大きいですね。まあ、これでも流派の総本山になるからね。おお、クルト坊ちゃん。クルト坊ちゃん、戻ったんですね。あ、戻ったんだね。いや、お元気そうで何よりだ。ただいま、バンさん、レイフォンさん。って、だから坊ちゃんをやめてくださいよ。坊ちゃんは坊ちゃんじゃないか。あれ、そちらの子たちは？はじめまして。私たち、クルト君の旧友で、トールズ士官学院第二分校の者です。よろしくお願いしますね。可愛い子がいっぱいじゃない。羨ましい。そちらのあなたは？はじめまして。ちょうど近くまで来たので、ご挨拶に伺ったんですが。ようこそ、バンダール連舞場へ。よく戻りましたね、クルト。3ヶ月ぶりになりますか。まあ、お美しい方ですね。お前の姉ちゃんか。めちゃくちゃいや、姉ちゃんと見せかけて母ちゃんっていう感じじゃない、もしかして。ただいま帰りました、母上。お母さん。マジか。義理にしては確かに面影が似ていますね。こら、初対面でさすがにぶしつけだろう。七組の皆様は初めまして。皆さんのことは前々から息子からの手紙で伺っています。オリエ・バンダール夫人。マテウス・バンダールが後添い、オリエ・バンダールと申します。どうかお見知りおきのほどを。そうですか。少し前にラウラも来ていたんですね。そういえば前にパルムの道場にも。ええ、その一環でこちらにも臨時師範として来ていただいたんです。門弟はもちろん、私もいろいろと刺激を受けさせてもらいました。そういえば先ほど外まで丁寧な女性の声が聞こえましたが、もしかしてお母様もご指導されているんでしょうか。まあ、母上も部門でね、父や兄から同様、小さい頃から僕もよくしごかれたものさ。そうなんだ、あの厳しそうな声が。バンダールの風御前、オーバースター耳にしたことがあります。まさか、クルトのお母上だとは思いもしませんでしたが。昔、そのように呼ばれていた頃もありましたね。この子が生まれる前の話ですが。ふん、なかなかの腕前みたいっすね。まあ、男どもが各地に飛ばされて、いろいろ苦労なさってるみたいっすけど、
あんたはまた。いや、実際言う通りさ。父は帝国軍の武術総主犯となったが、ガリレア要塞に招聘されて、帝都から切り離されてしまった。兄が所属する第七師団はノルド高原。叔父の第三師団はオーロックストリデ。これがヴァンダール家の実情だ。クルト君。ええ、その通りです。かといってこのまま、ただ時流に流されるつもりはもうありませんが。パルムも含めて、ヴァンダールの門弟は未だ帝国各地に多く残っています。アルゼード流も含めて、支えてくださる方も大勢いる。たとえ役目を失ったとしても、今はなすべきことをなすのみでしょう。部門、ヴァンダールのものとして。へえ、なすべきことをなすですか。来ると、あなたもどうか、自分自身の答えを見つけてみなさい。自ら選んだ第二分校という場所で、七組の皆さんと過ごすことで、今回の帝都での活動、成果を出せると信じていますよ。母上。はい。精進させてもらいます。すごいお母さんだね。綺麗で包容力があって、どこまでも凛としているというか、風御前ですか。言えてみようですね。なかなか好みだが、つけ入る隙はなさそうだな。人の親をそういう目で見るんじゃない。身内自慢になるが、すごい人だよ、あの人は。母だけじゃない。父も、兄も、叔父上も、自分自身のヴァンダール流を揺るぎなく貫いている。だからこそ納得がいかないし、するわけにはいかないんだ。それを踏みにじるようなオズボーン最初のやり方も、その決定を認められた陛下にも。クルトさん、時間を取らせました。そろそろ行きましょう。特務活動と工作員の調査、どちらの成果を出すためにも。ああ、もちろんだ。他の場所も人通り回りつつ、必須のいらぬ準備も整えたな。はい、やれやれだな。それじゃあ行こっか。オッケー。じゃあ次は、女学院と大聖堂か。ん？お、なんかある。あ、情報収集。ここが教学大使館。ああ。だがおかしいな。ん？何がだ？通常大使館の前は、その国の治安維持組織の人間が警備するのが国際的な習わしだ。帝都の場合、HMP が任に当たっていたと思います。ええ。確かに以前は立証の方がいましたけど、何かご用ですか？ああ、こちらの方ですか。ええ、そうですが。どんなご用件でしょうか。見たところ、カルバード国籍の方でもなさそうですし、今、ちょっと難しい時期で。何か問題でもありましたか。え？ HMP？ 困りますな、書記官さん。市民と無用の接触をされては。ん？君たちは、トールズ士官学院第二分校の者です。本日より、帝都近辺での演習を始めていまして。そういえば連絡があったような。いや、念のため身分証を提示してもらえないか。何者かがそういう肩書きを語っている可能性もあるのでね。それって、露骨じゃねえか。わかりました。では。あ、別に必要ないぜ。親子の声は？アランドール。
は？アランドールさん、少佐、お帰りですか？ああ、いろいろと忙しいからな。そっちの連中は知り合いだから、別に身分を確かめる必要ないぜ、かな。了解しました。そういうことであれば。そちらもご協力感謝しますよ。お互い、無駄は省きたいですからね。こちらこそ。それでは私は失礼します。今門を開けましょう。いやあ、朝っぱらからなかなかご苦労さんだな。何が釣れるかわからんし、せいぜい気張ってみてくれや。てめえに言われるまでもね。元よりそのつもりですし。しかし少々、不思議な光景ではありますね。帝都憲兵が大使館前を守らず、敷地内に詰めているというのは。そういえば、大使館の敷地内は治外法権。国際的にも常識だと思いましたが、状況が状況なだけに先方にも協力してもらっているだけさ。あくまで向こうの要請だから、外交特権は犯しちゃいないぜ。ものは言いようですね。いろいろと政治的な駆け引きがあったみたいですけど。ま、例の連中の潜入については大使館にも秘密だったらしくてな。グルだと分かったら国外退去だったし、グルだと分かったら国外退去だし、案外素直に受けてくれたぜ。そんじゃ、またな。毎回演習地に来てるけど、ちょっとおっさんくさすぎるというか。なんでも、クラー教官と同じ最初の直属でもあるみたいだけど。ええ。鉄血の子供アイアンブリードの一人で、スケアクローと呼ばれていますね。ふん。あのふざけた野郎は詮索するだけ時間の無駄だろ。とっとと行くとしようぜ。ああ、そうだな。それにしても、随分イレギュラーな対応だな。まるで、共和国の存在自体を目立たせたくないみたいに。なんか狙いあんのかな？主にどこの狙いだろうか？とりあえず大聖堂行こう。これは、ちょうどミサの最中だったみたいだな。それにしても、めちゃくちゃ大きいというか、カイトの大聖でもバカでかかったが、それ以上見てたな。はい。そしてあの方が、帝国の七王教会を総括されている、シグマール総大司教官か、外科か。よく当てる、バカね。混迷の地を開くとき、女神は人の子らにこう告げられた。光と共に生き、闇と共に安らぎなさいと。だがそれは闇そのものを賛美しているわけではない。闇にあって光を思い、隣人という小さな灯火を何よりも大切にしなさいということなのだ。昨今は難しい時代だ。だが、だからこそ我々の信仰と、隣人愛が試されると言えるだろう。午前のミサは終わりだ。ご清聴感謝する。さすがにいいお言葉ね。ああ、僕も聞いたのは久々になるが。まあ、せっかく来たし、礼拝がてら少し回ってみるか。そうですね。さて。とは言っても、特に何かイベントがあるわけでもねえな。いないしね。
あ、いた。うん、まあ邪魔しないとくか。お、バカでかい大聖堂だったが、ミサも含めて変わった様子はねえな。少なくとも共和国関連の不安は参拝者には見られませんでしたね。そうですね、ミサの出席者もいつもこのくらいだと思いますし、そのあたりは現時点では市民に全く伝わっていないんだろう。治安維持の都合上仕方ないかもしれないけど、父用教会か、少しばかり引っかかるが。教官？いや、なんでもない。とりあえず他を回るとするか。ええ、行きましょう。見られている？あれ？新七組。始めたみたいね。エマやババ様たちと合わせて。そちらはお任せしようかしら。ここに来ていたか。ね、今回はあの人とも協力できるようなね、間柄になれたらいいんだけど、苦労のこともあるしね。ここが聖アストラヤ女学院ですね。すっごく素敵っていうか、ここにエリザさんや皇女様が通ってるのか、ちょっと憧れるかも。ミズさんが通っていたのはなるほどと納得できますが、ユーナさんがこちらに通っているのは若干想像しにくいですね。ある？どういう意味よ。これはもう世間知らずのお嬢様の園ね。誰かさんの妹も含めて駒しがいがありそうじゃねえか。そこ、こんな場所で滅多なことは、興味深いな。具体的には誰をどうやってごますんだ。お金って切れすぎだろ。うすうす感じてたけど、この人エリゼさんのことになると性格が変わるっていうか、まあ今更かと。そんなギャップも可愛らしいというか。兄様、皆さん、お、噂をすれば。あ、エリゼさん、噂をすればですね。デートでの演習を開始するのは伺っていましたが、まさか初日にお会いできるとは思っていませんでした。ああ、まあ特務活動のついででね。実はちょっと聞きたいこともある。どちらかというと先輩に会うのがメインなのでは。先ほどの剣幕を見たらあながち否定できませんね。そういえばアッシュさん、肩を押さえてらっしゃいますが、どうかされたんですか？ああ、なんでもねえよ。やっとしびれが取れたか。あんた、付き合う男ができたらくれぐれも気をつけるんだな。平身低頭、五体統治くらいさせねえと生き延びられねえかもしれねえぜ。え？でもエリザさん、一月ぶりだね。先日はどうも。ええ。こちらこそお世話になりました。でも聞きたいことというのは？ああ、実は共和国の工作についてある程度かいつまんで説明した。
そんなことか。先輩は学生会長されてますけど、女学院側からそういったお話は？ううん、聞いていないわね。実はちょうど姫様が月祭の準備でバルフレーム宮に戻っていて、普段いらっしゃる英氏の方々も今日は外れていらっしゃるんですけど、いらっしゃるんです。そうなのか。それって警備の人がいないってこと？いえ、あくまで通常の警備員の方々はいらっしゃいます。ですがその話が事実なら少々おかしいような。そうだな、いくら殿下が不在とはいえ、要人の子女が通う場所の警備レベルを下げるのは妙ですね。なあエルゼ、よかったら女学院の責任者の方と。見て見て、もしかして。おっと、エリゼ会長が話してる方って。ええ、間違いないわ。ハイレルの喫茶だよ。そうきたか。そういえばトールズの新設校の教官になられたって。あちらは教え子さんなのかしら。男子もいらっしゃるわ。青灰色の髪のハンサムな方は、あの金茶髪の方は危ない魅力ですわね。ピンクの髪のお姉さまもクラマーでかっこいいというか、あの銀髪の子お人形みたい。あら、あちらの方は。ちょっと皆さん。すまないエリゼ、後で連絡する。どうされた方が良いかと。あなたたち、休憩時間も終わりですよ。エリゼ会長だけずるい。慎み深い令嬢ばかりと聞いたんだが、あのノリは無理だろう。女子は集団だとどうしてもね。それでも限度はあるかと。今頃あらぬ妄想を巡らせているかもしれませんね。普通のロマンス以外にも乙女のたしなみを刺激する顔ぶれですし、マジでやめろ。まあある意味異世界というのは分かったよ。いずれにせよちょっと迂闊には近づけないな。エリゼとは後で通信で話しておくから、特務活動を再開するとしよう。了解です。やれやれ、通っていくか。一通り回ってみましたけど、確かにおかしいですね。どうも警備体制の報酬がちぐはぐで不自然というか、できる限り内密に進めたいだけかもしれないが、意図的に隙を作っている、そんな可能性もありそうだ。情報局ならそのくらいはいりそうだがな。否定はしません。ですが不可解な点もありますね。共和国工作員の動向が全く見えてこないというか、単純に、帝都の西側では動いてないのか、それとも、情報局すら捕捉不可能なほどの、隠密性の高い部隊なのかですね。後者だとすれば、かなり厄介そうなんだけど、いずれにせよ、午前の巡回で調べられそうなのはここまでだろう。市内での心残りを片付けたら、一旦西の街道を出るとしよう。了解です。手配魔獣への対処ですね。ぼちぼち行くとすっか。オッケー。では西オスティア街道へ。帝都の西門、こちらも人通りが多いですね。バス停もあるし、この先をずっと進むとリーブスに着くんですよね。さすがに歩いていくと数時間かかると思うが、手配魔女が出没するのはしばらく進んだ先の脇道ですね。恐竜型。かなり手強いタイプのようです。上等だろ。先週の勝者の成果を存分にぶつけてやりゃいい。そうだな。アッシュもたまにはいいこと言うじゃない。俺も負けてられないな。よし、気を引き締めつつ、早速向かうとしよう。オッケー。
まあ、いろいろアイテムも回収しながら、枯れる利休があるね。イベントここか。宝箱があるからな。しっかり取っていこう。とりあえずドン。あ、頭出なかった。えい。さあ、かかってこい。Okay. 続けてきます。いつも。おお、足りない。私の番ね。やあ、来て。行きます。いや、そこです。ドン。クソ、来てからだ。みんな準備はいいか。OK、 よし、これで大丈夫。いい強えなせ。あ、イベントがあるぞ。写真来た。この場所は割と線路に近いですね。ラマール本線、ゲートの次はリーブス駅か。せっかくですから列車が通るのを待ちますか。行ってるそばから絶好のタイミングじゃねえか。思いがけないシャッターチャンスというか。ビビに頼まれた風景写真、ここで撮っておくとするか。いいね。よし、うまく撮れたな。後でビビに送信しよう。忘れちゃうので今のうちにやっておく。あれ、それさっきあそこにうまいかな。頼んだら乗せてもらえたりしないかな。一頭しかねえから無理か。お、いいんだ。よし、行くか。お願いします。はやお、宝箱。お宝じゃねえか。ホーリーシンボル。はや。そうだ、ユーマテリアル結構使っちゃったからな。ある程度戦って集めとかないと。敵発見、制圧します。ガリオンフォード。悪く。成長しちゃいました。ムーランリュルージュ。剣とかしたマダンを打ち、予測不可能な軌道を描いて串刺しにする。エマの技と近い感じなのかな。畳みかけるぞ。ミロク。よし、これで大丈夫。あ、なんだかんだいい時間撮影しますね。じゃあ一旦この辺で特技にしましょう。このまま、西オスティア街道の手配魔獣の討伐、また次回やっていきますんでよろしくお願いします。では英雄伝説戦略的3実況プレイパート127、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見てくれな。